どうも西澤たるです。どうも圭介ですっていうところで今日はよろしくお願いいたします。まあね、こう見たら分かる通り、はい、お邪魔しております。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、お邪魔しております。初めてぐらい？いや、そうっすよ。前の家はいらっしゃってないですもんね、伺ってないですね、はい、なのでこれが、あー、見たことがある圭介くんの、あの、いつも見ている場所に伺って、はい、今日は新居です。はい、お邪魔します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、初めて見る方もね、場合によってはいらっしゃるかもしれないので、ぜひご紹介といいますかね。はい、改めまして、どうも圭介です。まあ、普段はカメラとかガジェットとかのことを中心に、YouTube で発信させていただいてます。西田さんとも何回かねコラボさせていただいてて、いえいえ、こちらこそ、あのキャノンのこととか、それこそ EOS R6 触らせてもらったりとかして、いろいろコラボさせてもらってます。まあ、今後もね、いろいろコラボさせていただこうと思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます、はい、本日はっていうところで、今日はね、あの、まあ、議題としましては、はい、まあ、僕は結構キャノンを多く使っていると、はいはい、でそして圭介君は比較的ソニーのカメラを、あの、多く使われていると、はい、でさらに、はい、僕らに共通項が最近生まれまして、生まれましたね、で、はい、ここですよね、こちらですね、はい、ライカっていうね、新しいカテゴリーが、はい、新しいの出ましたね、僕らの中でのカメラカテゴリーが入ってきたっていうことで、はい、なんで今日はキヤノンについて、ソニーについてっていうところ、うんうんうん、そしてさらにはこのライカっていうところ、はい、なぜ圭介くんはライカを買ったのかと、そうですね、そういったところまで今日は聞ければ嬉しいかなと思っておりまして、はい、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい、どうです、最近のソニーの動き、はい、動きっていうところに関して、まあ、新製品ラッシュがこれからも出るのかどうかっていうところでありますが、そこまで CP プラス拝見してたところになると、そこまでこうガンガンいっぱい出ますよみたいな感じではなかったですよね。うん、まあそうっすね、うん、なんか多分、まあ、今年のカメラだけで言うと、うん、おそらく僕の予想だと秋ぐらいとか、その辺に、まあ、α7-4 とかが出るんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、カメラのこう本体自体はそんなもんですね。レンズとかはちょこちょこまあ出てると思うんですけど、なるほど、はい、そんな感じだかなと思います。何よりもね、ソニーはいよいよ α1、 α1 ですね、来ましたもんね。来ましたね、980万ぐらいか、実売量販店価格そのぐらいですか。そうそうそう、うん、いよいよどうでした、触った感じ。いや、良かったっすよ、うん、あの、まあ、本当に至極真っ当というか、うん、まあ、ミラーレスで、うん、連写30枚いけて、すごいよね、まあ、今までこう α9 の感じで、うん、ハイレゾリューション、そういうことか、はい、うん、で色味もなんかこうシネマライクな色味と重なって、うん、なんかそこら辺はすごいソニーならではの強み出してきたかなっていう印象を受けましたね、うん、なるほど。例えば圭介君とかだと、まあ、うん、ムービーも撮られる、撮れますね、写真も撮るっていう、はい、ハイブリッドなこのアーティストの中で、α1 はいざもしも自分が持った時には、はいはいはい、結構いけそうな感じ。いや、ムービーにもしてる、結構行きたかったんすけど、うん、悩んだっすね、うん、悩んで、まあ、やっぱりさすがに画素数が高いんで、うん、5000万画素とかありますもんね、はい、なんでさすがにその全然いけるんすけど、うん、夜とか暗いシーンになった時にちょっと弱くはなっちゃう、はいはい。まあ、今性能常用感度が ISO32000 とかでしたよね、一応メーカーが歌ってるのがね、はいはい、なんでやっぱ S3 をちょっと持ってきましょうか。あ、ぜひぜひ、まあ、はい、こちらね、α7S3 が、これが S3 ですか、はい、いつもこれ使ってるんで、うん、やっぱりこう高感度、暗いシーンでもバリバリ撮れちゃうこれになれると、ね、結構動画をそっちに置き換えるのは辛かったりしますね、うん、常用は ISO10 万とかになってるのかな、もう。いや、そうそうそう、10万、20万、いや、10万ぐらいだったと思いますけど、あ、まあ、実際こう使っててノイズなくて使えるレベルっていうの、まあ、大体あるじゃないですか、うん、ある、常用っていう、あるあるある、それ考えると、うん、まあ、1万6000ぐらいまで全然いけるんですよ、余裕なんだ、はい、すごいね、1万6000ぐらいまではもう普通に見れる動画になるんで、うん、なるほど、それ考えるとちょっと、まあ、動画使った時に厳しいかなと思って、うん、自由度が狭まると思って、そういうことか、はい、じゃあやっぱ α1 に関しては、まあ、今ソニーができる全てを入れてきたよっていうところになってくるのかな。そうですね、なんか結構面白いなと思ったのは、あの、うん、今までのフラッグシップってやっぱ画素数そんな高くないじゃないですか、うん、あれ、そうですよね、多分高くない、キャノンだって 1DXMark3 は2000万画素だし、そうですよね、うん、って考えた時に、なんか急にソニーがそこにハイレゾリューションの、要は
高解像度、そうだよね、高画素加えてきて、そうだよね、そこはすごいなんか挑戦的だなと思いました、うん、なんかシンプルに仮名だけどキヤノンもフラッグシップは R1 っていう噂もあるけど、ね、そこも8500万画素プラス場合によっては2000万画素にこの両方使えるよみたいな、そうなんですね、噂も出てきてはいたりしてて、まあこれが今3月のまあ10日ぐらい過ぎぐらいでのまあ噂なんだけども、うんうんうん、なんで各社ね、もうちょうどニコン Z9 っていうのもニコンもフラッグシップを歌ってきてるっていうところで、まあいよいよオリンピックイヤー、来年は冬季五輪もあるということで北京の、はい、そこにまあ照準を合わせてきてるのかなっていうところ、そうですね、まあ、ソニーが面白いなと思った、そういった意味ではアルファ1っていうところのハイレゾで連写もできてってい う、そうなんですよね、まあ、意外でしたね、結構僕の中では全部入りラーメンが出てきた、ね、そうですよ、しかもこってりめっていうこってりめだねそこ面白かったですね、こってりめだね、間違いなく、はい、うん、分かる分かる、じゃあアルファ1があってソニーのどう今後の展望というか、まあ、ユーザーとしてはもう揺らぎないシステムが出来上がってきてるなって感じですか、そうですね、うん、まあそうなんですけど、いやどうですかね、なんかこっからはだんだん、うん、まあ、今まではやっぱソニーが優勢で、まあ、今もまだミラーレス業界だとソニーが一歩リードしてると思ってるんですよ、うん、いやもう2週ぐらい先行ってるなっていろいろ感じる、キャノンユーザーからするとなんかそう、ね、思われてるのは、まあ、ユーザーからしたら嬉しいですけど、うん、でまあここ次 2,3 年ぐらいで、まあ、特にキャノンとかが RF レンズが充実してくると、うん、ちょっといろいろ変わってきそうだなっていうのはあって、そうだね、そこに何か対策してくるのは どういう部分かなっていうのは、そうだね、はい、ちょっと思ったりするですね。キャノンはとにかく、ソニーが持ってるミラーレス一眼のシェア率を奪いに行ったっていうのが一番の悲願なんですよ、間違いなく完全にそうですよね、うん、シェアが一番じゃないと嫌なメーカーだから、うん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 、キャノンっていうのは常にトータルのカメラになるとデジタルカメラっていうトータルと一眼レフとか入れると、うんうん、キャノン1位なんだけど、そうそうそうね、キス M とかでね、はい、稼いでね、そうですよね、一番なんだけどミラーレスのこのっていうカテゴリーではもう圧倒的にソニーだから、で最近ねやっぱプロの市場も僕の世代だとキヤノン、うんうん、ニコンとかいるんだけど、はい、もうケイスケ君の世代、はい、年齢の世代のプロフォトグラファーっていう人たちやっぱソニーが7割っていうイメージかなっていう、うん、ぐらいの流れになってきてるかなって、はいはいはい、確かにソニー多いっすよね、うん、若い子と、あ、若い子は、あとやっぱりこのムービーを撮るっていう前提でプラスアルファスチールっていうこのハイブリッドな世の中、うんうんうん、もう考え方が基本だからそれに一番ピタッと合わせてくれてるのはソニーなんだろうなっていうのは非常に感じる、なるほど、うん、確かに確かに、ただまあキヤノンはこれからも絵作りとやっぱこのハードウェアが重いけど頑丈とか、うん、そういったところがそうですね、でとことんまででかくしてレンズでもね、大きくてもとことんまで負けない写りをするんだとか、はい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 、レンズの光学性能でいろんな写りとか、うんうんうん、こう歪曲する収差とかをねじ伏せていくようなメーカーになっていくのかなっていうのが僕の、なるほど、今感想、はいはいはい、なんかソニーはその辺意外とやってこないですよね、なんか例えば、うん、ソニーのレンズ、例えば G マスターレンズもそうなんですけど、うん、よく言われてるのがブリージング、はいはいはい、あるじゃないですか、ね、うん、あそこら辺あんまりソニー抑えてこないんですよね、逆に、そうなんだ、なんかしっかり出るんですよブリージングは、あ、そうなんだそうなんですよ、なんかそこが、まあ、映像業界の人からしたらどうなんだろうみたいな言われてるんですけど、まあ、多分シネマカメラ、あ、シネマレンズを使えみたいなっていう理屈だよね、だと思うんですよ、うん、だからなんか G マスターはそうじゃなくてカジュアルに使ってほしいっていうイメージなのかなと思ってて値段はカジュアルじゃないけど、ね、値段はカジュアルじゃないですよだからそこに多分かってると思うんですよね、ブリージングがっていう話もソニーは分かってるはずなんですけど、なるほど、なんかそこをやってこないのはなんか意図があるんじゃないかなっていうのはずっと思ってます、そうなんだ、例えば今僕は今これ R5 で収録してて、はい、RF の1号3号で収録してるんだけど、これブリージングないんだよね、ああ、なんかそうですよね、こう寄っていった時の後ろの溶け方がかなり自然っていうね、動いてるっていう、はいはいはい、そう、そのメリットはかなりあるんだけど、ソニーは結構その辺はしっかり出るんで、なるほど、そうなんですよ、だからなんかそういう使い方じゃないっていう意味なのかなって思ってたんですけど、そっか、はい、そういう風に使うなみたいな指示なのかなと思ってました、まあ、だからそこが合わない人はソニーは合わない、逆に言うとなんですけど、そうか、まあ、リグ組んで何したとしてもやっぱりマウンターとか Q だったりそのマニュアルでやっぱりこうフォーカスしていくようなっていう流れを基本としてってね、はい、リグ組んでここにギアはめギアつけてとかね、そうですね、
なるほど、そういった感じか、うん、まあ、もう一個さらに G マスターの上にシネマレンズみたいなのがあるんですよ、うん、ソニーって。あ、そうなんだね、ソニーのシネレンズがもう一個あるんだね。でそこは多分そういうところにも配慮してるんですけど、なるほどなるほど、なんか多分住み分けてるんでしょうね。もう少しソニーはカジュアル層にやっぱ、ね、なんか狙いにいってんのかなとか思ったりとか、そういうことか。ちゃんとカテゴリーの中での狙い方っていうのが、確かに若い人って大変なんだけど、30から20代、うん、10代っていうところのターゲッティングは絶対にソニーっていうところで、はい、そうですね、多分据えてるんでしょうね。鉄板だよね、うん、キヤノンはもう完全にまだ RF 縛ってるから。いや、そうなんですよね、うん、いやそこが逆に開けてきたら、あの僕は結構ガッとキヤノン広がりそうだなっていう印象はあるんですけど、ね、ここはせめぎ合いなんだよね。結局レンズを売らないとメーカーとしては自利になるから、だソニーも実はカメラ部門だけ、事業だけでいうと、そうっすよね、なかなか自分の首絞めながら、うんうんうん、あの走ってるメーカーではあるのは実は、まあ、そうっすよね、うん、それはあるっすね。そうオープンソースにしてるから、うんうん、マウントその辺は大変だろうなとは思うよね、うん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 、まあどっちが正解かは多分もう数年経ったら見えてくるんでしょうけど。そうだね、まあ、僕とかはプロからのユーザーからすると、結局シグマキャノンのボディくっつけるとかってなると、もしも落っことしたってなると修理キャノンに一元化できないじゃないですか。確かに確かに。そういった意味での、あの保守の観点から言うと、もうメーカー統一っていうのは基本だったりするんですよ。なるほどなるほど。どうしてもね、シグマに修理出してキャノンに修理出しました、こっちは3週間こっちは2週間、どっちも1週間使えないじゃんみたいなラグでっていうか、あ、なるほどなるほど、うん、そんな感じあるんだっていう考え方もあったりして、俺としてはなんで、まあ、結局キャノン全部統一してるから楽は楽だよねみたいな感じではあります、ね、うんうんうん、そうだね。だからいずれにせよキャノンももうちょっとレンズとか言ったようにカジュアルな、まさにカジュアルな路線がないと、まだちょっと2年ぐらいはかかるかなって感じですね。そうですね、おそらくは、うん、そうですね。そこが逆に来たら、多分手ブレ補正とかはキヤノンの方が優秀だったりするんで、ね、一緒に以前あの R6 で撮った時の手ブレ補正すごいって言ってたもんね。すごかったです、はい、このこう舐めるようなカットとかをね、ゼロジンバルなしで、そうですね、あれ良かったですね。だ多分、まあ、あのキヤノンのレンズとの相性も相当いいんでしょうけど、うんうん、なんかそういうところも相まってその辺は素晴らしかったんで、なんかその辺がもう少しこう一般層にも入ってこれる隙間ができると、そうだよね、確かにガッと広がる感じするっすね。手ブレ補正に関してもソニーはどっちかというと電子でねじ伏せようとする部分があったり、ね、はい、でキヤノンはハードウェアでねじ伏せようとするっていうところの思想がちょっと違う感じも僕は面白いなと思ってて、そうですね、その分ソニーは電子でやる分だけ小型化できるし、うん、ね、キヤノンはやっぱりハードウェアでやるって決めてるから比較的大きくなるしっていう、なんでこの辺があとは好き嫌いの分かれ目とか色作りとかね、うんうん、そういうの分かれ目になるのかなと思いますよね。はい、はい、ごめんね、これでさっき言ってた、そうまさに30分の壁で、はいはいはい、確かにそうっすね。俺もしかしたら FX3 入れるかもしんない。あ、マジっすか、うん、まあでも本当に色味良くなったんでかなりいいかもしれないですね、 FX3 とか。うん、あのなんだっけ、何シネトーン、あ、S シネトーンっすか。あそこあんま興味ないんだけど、はいはいはい、もう一個なんか、なんかクリエイティブなんとかルック、あ、クリエイティブルック、はいはい、あれなんか調子良さそうだから、あれいいっすね。もう当て込むだけで、俺もこれ実際に自分ログで撮ってないの。ああ、そうなんですね。うん、そうですね。キャノンの色味で合わせて撮ってるだけだから、同じ理屈なんですよ、クリエイティブルックって呼ばれてるやつ、多分。なるほど。HLG とかも別にどうでもいいし、はい、一発で撮れればそれでいいから、そうですね、結構色。なんかワーム系をちょっと入れたら、多分ソニーでもいけるかなと思ってて。うんうんうん、色だいぶ良くなったんで、うん、ここら辺結構細かくいじれるんですよ。本当だ。あ、でもフェードシャープネスとか、あ、本当だね、明瞭とかレンジとか。はい、続きましてなんですけれども、はい、じゃあいよいよご紹介いただけますか、はい、こちらの、まあ、僕が買ったやつですよね。はい、これすごいことになってますよ。こうやって合ってるから合ってそう。はい、こちらはどういったモデルですか。はい、これはライカ Q2 の、うん、まあ、リミテッドのモデルで、うん、007のなんかコラボのモデルらしいんですよね、うん、はい、ダニエル・クレイグ好きですよ僕、とグレッグ・ウィリアムズ のフォトグラファーの方ですね、グレッグ・ウィリアムズ、はい、でまあもうシンプルに見た目が僕も好みすぎて、かっこいいね、かっこいいっす、黒金ですからね。いや、そうなんですよ、かっこよすぎて、もうこれをとりあえず見た瞬間に、うん、これは買いだわみたいな思って、もうそっ買っちゃいました。いや、黒金は本当にかっこいいと思いますよ、かっこいいっすよ。で現物のものを見た時に思いのか金も結構抑えめの金だったんだなと思って、そうっすね、この文字盤とかも含めて、うんうんうん、ちょっといい感じにこうしっとりしてくれてるって
なんかギラギラした金じゃないのね、うんうん、確かに確かに確かに、うん、ちょっと真鍮に合わせてるんですよ多分。なるほどなるほど。このくすみがかった金というか、あ、それに合わせた感じで結構僕好きっすね。いやすごいわ。いやいやいや、西田さんのこれもあるんで。そうなんですよ。で僕もねやっぱり値段が違うから。いやいやいや同じくですよ。だってこれもね、あ、これもそうっすね、ですじゃない、はい、じゃないですか、はい、まあね、あの、まあ、皆まで言うなってところの値段じゃないですか、はい、そうですね、ある意味。そうで僕もボディは今 M10、はい、これ中古で買ったんですけれども、そう最近ではここのね、まあ、今度また動画にもしますけれども、これ、アポズミクロン50っていうこの、はい、要は俗に言う100万レンズ、はい、まあ、ゴールのレンズとされてるところを行ってみたと、うん、そういった感じですね。いやー行けないっすよ普通は、いや僕だってカメラ始めた時、うん、あの4万のカメラかとか思ってたのが4万ね。いつの間にか、ね、すごい値段になって、とんでもない額ですよこちらの。ですよね、ここは、うん、レンズオンリーにさらに100追加する世界は僕はちょっとまだいけてないですね。いやゴールですよね。ゴールですよね。まあ、僕はこれもう正直アポ済みは車でいうところのフェラーリだと思ってて、あ、なるほど、要はもう一個一個、はいはい、全部、まあ、決まった職人が組み上げていくっていうのがフェラーリの世界だし、はい、まあ、アポ済みとかも、うんうんうん、まあ、ライカ自体が大体職人が手がけていくっていう、なんでそれを体感してみるっていうことで、さっき言った4万円のカメラの良さも分かってくるかなと思ってて、なんで一回てっぺんを知って、あのみんなが使うカメラも使ってみて、うんうん、僕だと例えばキヤノンだと EOS RP とかね、うんうんうん、ああいったものを使ってみて、ね、あ、やっぱこのカメラこの値段でここまでって尋常じゃないなみたいな、うんうん、それを知りたいってことで、確かに確かに、クリハバっていうとこ、はい、ケースケ君 の、はい、そのこのライカ感っていうか、なぜライカをっていうところ、はい、ソニーからライカっていうところに行こうと思ったか、はいはい、まず見た目もそうだとは思うんですけど、はい、とはいえこれはムービーを撮るつもりはないってことで、ないですね、はい、もちろんで、うん、やっぱり僕はあの、うん、このカメラ普段こうあソニー使ってるわけじゃないですか、うん、で動画をやっぱメインで撮ってて、はいはい、でやっぱ僕主に使うのはやっぱ旅行なんですよね。もともと旅行の動画撮りたいと思って始めてるんで。なるほど。なんであの旅行行って動画撮って動画作るんですけど、うん、結構それだと完成された動画しか次なくて写真ほぼないみたいになってたんですよ。あー、なるほどね。だからこれで行った時に写真を撮る道具じゃなくもうムービーを撮る道具っていう考え方がやっぱなりますよね。そうなんですよ、ね、頭でなっちゃうんですよね。わかるわ、すごく。でムービーはムービーでめちゃくちゃいいんですけど、うん、やっぱさっと見返せるのって写真だったりとか、間違いないね、ちょっとなんかその背景を想像する楽しさっていうのは写真にもやっぱあると思ってて、うん、なんか楽しみ方がそれぞれ違う、うん、でやっぱ写真も残していきたいなと思った時に、うん、やっぱ写真オンリーのカメラで撮りたくなるカメラじゃないと撮らないだろうと、はいはいはい、間違いないですね、はい、思った時に、まあ、浮上したのがこいつですよね。他にもちなみに候補はあったんですか、自分自身が写真だけを撮るっていう風に考えたカメラっていうのは、はいはいはい、例えばライカのメーカーだったのか、はいはいはい、もしくは例えば他の、例えば分かんないけど、いやそうっすね、昔のオールドカメラとか分かんない。ああ、そうですね、フィルムは一回考えたんですけど、うん、フィルムはでもあのやっぱりその現像する手間があって、間違いないね、うん、そこが、まあ、今ハードル下げようとしてるのに別のハードルを上げるみたいな、そうなってくるじゃないですか。なる。なんで、うん、ちょっとそれは違うかなって思って、うん、で、まあ、行くんなら富士はありだったんですよ、富士フィルム。なるほどなるほど。で、最近だと XE4 っていうカメラ、XE4、なるほどね、はい、ちょっとこういうもう本当にコンパクトで写真だけ撮るみたいな。バリアングルもいけるんだ。あれは上に行く、上に行くんだ、はい、あ、XE4 そうなんだね、そうそうそうっていうカメラとか、あと、まあ、その富士でいうと、X100V か、X100V、はい、それは GR みたいな感じ。あ、そうそう、 GR みたいな感じです。レンズ交換できないやつ。 APS-C で、そうっす、うん、APS-C の 35mm。 なるほど。で、できるやつがあって、その辺も考えたんですけど、うん、まあやっぱシンプルに見た目が良かったのと、うん、あと結構妻も撮りたいと思ってもらえるの大事だなと思ってて、共有するようなっていうか。あ、そうそうそう、ほどね。やっぱなんか分からんですけど、うん、多分富士でも良かったのかもしれないですけど、うん、結構うちの妻のことちゃんも、うん、なんかライカ撮りたいねみたいな感じになってくれるんで、うんうんうん、やっぱ撮りたいっていう衝動がこう生まれるカメラっていうのをこう考えた時に結構ここに行き着いちゃったんですね。なるほど。で実際どうでした、ライカで買ってみて、はいはい、撮ってみてっていうところで、まあ、ソニーでももちろん写真は撮ってたと思うんですが、うんうんうん、ソニーとライカの違い、そして写真に対してこう集中できるとか、はい、なんかそういった
メリット的なとこ、まあ、もちろんこの写真しか撮れないんでっていうのはまず1個あるのと、うんうん、まあ、シンプルにやっぱ見た目がかっこいいんで持ってたくなるんですよね、所有欲ってやつだね。そうそうそう、うん、で首から下げときたくなるみたいなやっぱあるじゃないですか、なんか、うん、やっぱそこはすごいまず1個いいなと思ったところ、うん、で写真撮る感じもすごく良くて、操作感もすごい なんですかね、簡素なんですよ。他にないじゃないですか、こっちもそうですけど、ボタンの数がまずねそうですよ、日本のカメラと比べたらそうなんですよ、半分ぐらい、半分ぐらい、割と3分の1ぐらいしかボタンないよね。いやそうですよね。でなんかこのイヤホン端子とかももう当たり前ですけどないじゃないですかないないなんでない、うん、そういう ところもまたいいっすよね、うん、逆に覚悟が決まる感じだよねそうそうそう、うん、もうそれはしないっていう、お前にはこれしかできないんだってそうそうそう、お前はただシャッターを切れと、そうそうそう、写真をただ撮るだけなんだと、そうそうそう、でそこがやっぱなんか良くて、はい、僕としては、まあ、フィルムカメラとちょっと似てるところなのかもしれないですけど、うん、やっぱ写真撮りたくなって、で実際いざ出てきた写真もすごいやっぱ綺麗というかだよね、うん、撮って率直に思ったのはすごい黒もそうなんですけど白も多分結構なんですかニュートラルな白とニュートラルな黒が出る気がしてて、うんうん、結構日本のカメラメーカーソニーとか特にそうなんですけど、どっちかによるんですよ、白白ど真ん中の白じゃなくて青っぽい白なのか、分かりますよ、あるっすよね、はい、ちょっとソニーだったらシャドウに、青っぽくなるとか、ちょっとなりますもんね、はい、ソニーブルーというかね、そうそうそう、分かります、すごく。キヤノンだと、まあ、ちょっと逆に暖色寄りなのかな、そうだね、マゼンタがちょっと乗っかるというか、そうですね、それはもうメーカーの傾向として、そう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 、ローだからとか JPEG だからとかじゃなく絶対にあるんですよ ね、 そうですよね、軸がね。でそれがすごいライカはニュートラルな気がしてて、うん、なんで撮った写真全部透き通って見えるですよね、なんかこう撮った時に、あ、透明感あるなっていうのを感じるのは、うん、その白と黒の多分色のキャリブレーションだと思うんですけど、なるほどね、すごいそこは撮ってて好きですね。本当にそのまま1枚を自分が見たままが映ってるような感じ、うん、そうですね、そうですね、なるほどね、そういったことか、はい、あと、まあ、僕は結構これレンズ交換できないタイプにしたんですけど、うん、Q2 はできないんですよね。そう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 、 35mm でいうと何ミリ換算ぐらいのカメラ、これ 28mm、はい、28mm f1.7 ですね。あ、なるほど、 28mm で1.7 か、はい、ボケますね、ボケます結構。で画素数はどれぐらいなんですか。画素数は高いんですよ、4800とか、あ、すごいね、はい、Q2 なんで、でなんで一応クロップもできると、そうそうそう、クロップもできてここまで映るよみたいな、なるほど、それ35のアークで、あ、これ50ライカっぽいですね、そう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 、うん、ライカもここをそうやって覗くとこういう風になるのでレージファインダー、うん、M 型も、はい、そういう思想が入ってるんですね。そうなんですよ、なんでまあなんかそういう使い方もできるっちゃできるんですけど、まあ僕はほぼ28でいってっていうね、新鮮ですか、 28mm っていう画角は。いや新鮮ですね、いや、うん、新しい気づきがあるです、やっぱり。そっか、なんか今までだとこの被写体撮るっていう時に、うん、レンズ何使おう、はい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 、はい、こうやっぱこうテーブルだから歪まないように50かなとか、うん、そういう風なの考えるんですけど、これってもう考えられない、そうだね、がゆえにこれでどう撮るをすごい考えなきゃいけなくて、あ、そこが僕すごいなんか気づきを与えてくれたところかなって思ってます。これ非常に写真多分ご覧の皆さんもすごくうなずいてうなずけることだと思うんですけど、本当真理ですよね。もうこの今与えられてるそのものでどう見るかどう撮るかっていう、ここがやっぱり、まあ、多分ですけど動画も写真も、うんうん、多分究極そこですよね。そうですね、そうですね、もう何をどう使う、どのレンズを使うじゃなくて、このものをどう撮るかっていうところに、うん、集中するっていう行為っていう、そうですね、いやすごい全てに同意ってやつですね、はい、これはなんかその辺やっぱ、うん、なんか面白いですね、新しい写真の楽しみというか、なるほど、そういうのあるっす、すごい。だから例えば僕とかなんだけど、僕とかの場合はまあどっちかというと写真を主にしてるんで、うんうん、まあ、ムービーは YouTube では撮りますけれども、ですがやっぱり考えているのは、今はその R5 で収録している中で、はいはいはい、まあ、やっぱり仕事とかってなるとやっぱり R5 が絶対飛び出てくるんですね。まあまあそうっすよね、瞳オートフォーカス、 そうっすね、そして手ブレ補正とかっていうのを押せば完璧に映してくれるっていうところが、はいはいはい、やっぱぶどまりを上げていくっていうところが、はいはいはい、もうやっぱ専業フォトグラファーとしてはもう絶対必須っていうところでキャノンが飛び出てくるんですが、はい、やっぱ時に自分が全部コントロールをして絞りを決めます、うん、F4 にしたシャッタースピードは例えば125分の1にした、はい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 、で ISO は仮にオートだったとしても覗きます、ピントを合わせるまでにしっかりものを見つめますっていう、この数秒間に
これやっぱり自分のが今までなんとなく撮っていたところが、はいはいはい、ここがきっちりとこう確かに確かに覗いてる間に何を自分が今から撮ろうとしてるかっていうところがより明確になると、はいはいはい、やっぱ同じで考え方を気づきを与えてくれるんですよね。そうですね、そうですね。今までだったらもう当たり前のバシッと与えてくれてるから RM だとそこで押すだけでもう、はい、OK っていう、はい、若干やっぱどうしても人間だから雑になっていくんですよ ね、 そうですね、手作りというか。それそうかもしれない。うん、それがこうじわーっとこう像と像がこれはレイジファインダーなんで確かに確かにじわーっと合ってくる中でピントがよし合ってきたぞっていうこの数秒間 0. 何秒間が自分の写真の気づきを与えてくれるっていう、この振り幅が欲しくて確かに確かに僕はライカに行ったんですよね。はいはいはい、なるほど。完璧で便利すぎるカメラはそれはそれで享受する、うんうんうん、だけど自分自身でやっていくっていうこともやっぱり忘れちゃいけないっていうところで初心に帰れるというか、ね、え、持ってみていいですか。あ、もちろんです、もちろんです、はい、いやでこれかサムレストも買ってみたんですけど。あ、本当ですね、確かにサムレストだけで3万しますからね。金属削り高いっすよね、マジで。だからね、修行ですよね。いや、本当っすよね、うん、ぜひ覗いて。やば、シャッター切れますかね。あ、切ってもいいですか。もちろんです、もちろんです。あ、でもレンジファインダー見やすいですね。意外と、ね、見やすいんですよね。見やすい、見やすい。いや、シャープレスあるな、ね、あ、本当、うん、全然バッチリピント。そうなんで僕の中で正直 RF の50の F1.2、はいはいはい、最高級の単玉キャノンの RF のやっぱ匹敵するなっていうのは感じてますね。はいはいはい、まだ始めたばっかりですけど、ただ寄れないですけどね、70センチでね。まあ、それもまたいいですけどね。そうなんですよ、そこがまた気づきを与えてくれるっていうか、はい、あ、シャッター音、うん、いいですね。 M10 はねとまたちょっとだけねシャッター音大きいから、うん、バチーンって感じですね。そうですね、むしろね Q2 よりも多分重い感じだと思うんですけど。いや、そうですね、重厚感あるんです、めっちゃ、ね、やっぱりね。Q2 でも結構感じてるんですけどね。うん、やっぱもう全部が金属っていう感じなんで、これはこれで、そう、僕も不便なカメラとして楽しんでいくと、うん、そうっすね、まあ、これがライカ感かなと思って、うんうんうん、まあ、その振り幅のある写真人生を送りたいっていう、うん、テーマでね、確かに確かに僕はライカをはライカで取り組んでいこうかな。いや、いいっすね、うん、感じかなと思います。いや、確かにこれとかでやっぱさっきもちょっとちらっとうん、このカメラ界で話してましたけど、うん、これでやっぱ撮った写真集とかも面白そうっすよね。絶対面白いと思う。なんであえてライカを押し出しすぎるのは良くないけど、うん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 、なんかちょっとタイトルはやっぱその不便なとか、はいはいはい、やっぱり余剰をとか、はい、そういった意味合いのタイトルにして撮っていくというか、確かに確かに、うん、それこそまあスローライフじゃないけどアクセクと生きるのはやめようよみたいな価値観での写真集とか作ったりしても今後面白そうだなって思わせてくれるカメラにはなってますよね。お互いでもライカの感覚としては似たような感じでしたね。いや、そうですね、やっぱり気づきを与えてくれるっていう、はい、まあ、逆にこうここは多分西田さんもそうですけど、うん、まあ、行っちゃってるじゃないですか。ソニーキャノンはもうトップランナーというかそうですよ、行っちゃってるんで、行っちゃってるっていう言葉がぴったりですね、はい、ゆえにこうやっぱここにこう行きたいですねって、多分この前うん、一緒に飲ませていただいた時も話したじゃないですか、うん、ちょっとライカいいっすよねみたいな話してたね、はい、うん、で一歩先に西田さんが買われて、そうそうそう、もう我慢できなくてね、はい、もうあの時に気づいたらクリックしてた、はい、うん、でまあちょっと僕が遅れ合わせながら、はい、2月に購入したとですね。なのでまたこれで新たなステージで僕らもキャノンとソニーということでも語れますけど、うんうんうん、お互いの本当の共通言語もある意味ではライカというところででき始めたので、そうですね、これからも非常に期待しておりますので、いろいろとやらせてください、はい、これもっていうところで。いや、もちろんです。今日はありがとうございました。いや、ありがとうございます、はい、こんな感じで大丈夫ですか。全然 OK でしょっていう全然 OK 皆さんも多分なるほどっていうところでご納得いただける、はいはいはい、対談になってるかなと思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひね、ケイスケ君のチャンネルの方もぜひ登録していただきつつご覧いただけたらと思っております。はい、今日はね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。西田渉でした。どうも。